はい、皆さんこんにちは、ウォースウンタンです。本日はですね、私が台湾人と付き合ってみて変わったことを3つ紹介していきたいと思います。前回ね、ルーちゃんが同じような動画出してたんで、自分もちょっと出してみようかなと思います。1つ目がですね、喧嘩した時にルーちゃんが理由をすぐに言っても怒らなくなったちょっとタイトルが長いですねまあちょっと分かりにくいと思うんで例を言いますと、その時にルーちゃんだったらすぐに理由を説明します。 B が使ってて待っててと言われたんで待ってますと。ルーちゃんの場合だったら後に謝りを入れるんですね。自分だったらすぐにごめんなさいと B が勝さんで待ってますというふうに先に謝りを入れます。これについてはとても時間をかけてルーちゃんと話し合ったんですけど、ルーちゃんが先に理由を言った時に、あ、ルーちゃん言い訳先に言ってるっていうのがすごいなんかムカついてたんですよね先に謝ってほしい。まず謝って、その後に理由を言ってほしい。先に謝りを入れたことによって反省してる、で反省した後にその理由を言うっていうのが自分の中ではすごい収まるんですね。でそれを解決するにあたって、自分はルーちゃんが理由を先に言っても、あ、これは文化の違いなのかなと思って、もう別にそのことに対してイライラしたりはしないで、もうルーちゃんの理由を聞く、でその後謝って、あ、ルーちゃん反省してんだなって思うように、自分は変わりましたね。でルーちゃんもまあ結構喧嘩した時に先にすぐに謝るようになりましたね。先にごめんなさいとかすいませんとか、そういうふうに謝ってから理由を言うに、結構ルーちゃんもどんどん変わってきてるなって自分は思いました。二つ目がですね、海外について関心を持つようになった。まあ、特に台湾に対してのなんかイメージ、テレビとか放送された時に、あ、台湾だみたいな、ちょっと興味を持って見るようになりましたね。昔は本当に日本のことしか全く興味がなくて、もう海外に対して全く興味がなかったんですよね。例えば海外のニュースがあったりとかしたら、あ、こういうことが起きてんだぐらいで止まってたんですけど、今では海外のニュース見て、ニュースで見て、さらにネットで調べて、後でルーちゃんに話すみたいな、そういう風に海外に対してすごく興味を持つようになりましたね。あとですね、まあ、ルーちゃんは結構海外に対して、まあ、台湾と日本以外に対してもすごい興味を持って話してくれるんですよね。いろんなこと、政治のこととかそういうのをよく見るようになりましたし、だからそこはやっぱり外国の人と付き合ってみて変わったことかな。3つ目がですね、ルーちゃんと話す前に簡単な日本語で話すようになりました。普段の会話でルーちゃんと話してて、言う前に頭の中で考えて話す、そういう風になりました。まあそれによってルーちゃんがわからなそうな言葉は極力避けて簡単な言葉で喋るようになりました。わからなそうな言葉しかもう考えれなかったらそれを言うんですけど、その時にルーちゃんの反応が何もなかった時に、ルーちゃんに、あれ、ルーちゃんこの意味わかる？みたいに言ったら、うん、わかんない。ルーちゃん最近結構知ったかぶりをするんですよねその知ったかぶりをされるのが個人的にあんまり好きではなくて、知ったかぶりするんだったら聞いてくれって思っちゃうんですよね。でそういう風になって、まあ個人的にはもう簡単な日本語で話して、まあルーちゃんにすぐに理解してもらえるようにと思ってます。逆の意見として、まあちょっと難しい言葉言ってルーちゃんを成長させるって意味ではすごくいいのかもしれないんですけど、まあそれがルーちゃんにとって負担になる時もありますし、まあ、日常会話で楽しく話したい時とかはもう常に考えてルーちゃんに話すようにしてます。あとルーちゃんと一緒にドラマ見る時とか、ルーちゃん結構、あ、これ何みたいな、この単語何みたいな言ってくるんで、その時はもうビデオを止めてその場で説明したりとかしてます。でルーちゃんが、あー理解したっつってからビデオスタートするっていう日常は結構ありましたねまあでもそれによってルーちゃん結構日本語能力が伸びてるかなとは思います。やっぱりなんかアニメとかドラマとか、やっぱ日本語を勉強するに対してすごい適してるかなと思います。やっぱ興味を持って見ることと興味を持たないで聞くことは全然違うと思うんで、やっぱ興味を持って、あ、これってなんだろうっていう風に思いながら見ると本当にすぐに成長して覚えれるなって感じました。はい、以上が3つの自分が変わったことでした。本当に昔自分が想像はしてなかったですね。もう本当に最初海外の人と付き合うっていう
こと自体全く想像もしてなかったんで、もうその点に関してはすごくルーちゃんに感謝してる部分はありますね。特に海外に対して向き合っていけるっていうのは個人的にもいい経験になるかなと思います。もう本当日本のことしか見てなかったんで、世界がちょっと広がった感じがして、すごく個人的にはいい影響かなって思います。なのでルーちゃんには感謝してます。はい、以上がこの動画の、テーマとなります。皆さんもしよかったらいいねとコメントどしどし送ってください。そしたら個人的に元気が出ますので、よろしくお願いします。それでは、See you next time! バイバイ。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。みんな見てね。